はい。えー、テニスラジオの白川です。えー、今日はですね、まあ、前回もや、あの、やったんですけども、あの、強いジュニアはね、あの、縦に動くっていうことですね。あの、縦、まあ、縦に動きというか、縦動きが強いっていうふうに考えた方がいいですね。で、うちもね、まあ、あの、昔っていうか、まあ、あの、今もそうなんですけど、あの、上位にいる、こう、まあ、プライベートで見たりとかもするんですけどね、まあ、テニスラジオの出力って今いないんですよ。え <laughs>、いないんだけど、結構あの、トップの子を来ててね。あの、やっぱりその中でもね、何かこう、縦動き結構やりますね。 で、あの、やっぱりどうしてもね、あの、救うのレッスンの特徴が、この、横にサイドに振るとか、あの、まあ、ボールがね、あの、コーナーにこう打つ練習が多いから、まあ、それは仕方がないんだけど、こう、横に打つ動きがすごく多いんですね。こう、横、横、横だから、急に前に行くっていうのがね、すごく弱いのね。だから、何ですか、あの、多いのがね、あの、相手打つ気なくても天然で来るドロップに弱いとかね。 あの、それともう一つあの、自分が打って、相手のボール、相手がうーってか食い込まれて、前にポトッとしたボール取れないとかね。なんか何のために攻めてるのっていうのがね、多いのが、あまり勝てないジュニアの特徴かな。あの、強い子ってね、とにかくね、こう、縦強いんですよね。でね、あの、ま、あ今までも、まあ、これスペインのコーチに教えてもらったんだけど、 とにかく縦だと、縦の方が長いだろうっていうことで、で、ボールの長短に合わせて、こう、動く練習をとにかくやれってこう言われたんですよ。で、そのコーチに言われたのは、あの、日本人は、あの、縦の動きに弱すぎるって言われたんですよね。あの、だってドロップ取れないだろうって、前に立ってんのになんで前が弱いんだよって、こう言われたのに、確かにね、とかね。まあ、その時まあ,あの、縦選手がね、まだね、まあまあ、縦選手が結構、あの、名前が出た時代だから、あの、みんなこうみんなあの、サービスライン ベースラインで、ね、へばりついてね、全陣速攻だとか言ってね、あの、とにかくね、ベースラインへばりついてね、こう動くのがね、まあその時のまあ日本のなんかトレンドみたいなね、ライジング打法だみたいなのがあったんで、そこで下がるなとか言ってね、あの、いうのがまあ、まあ多かったんですよね。で、それなのにドロップ弱いというね、短いボールに弱いという、なんかありません。だから、 今までね、こう見てきてね、とにかく急に来る短いボールに対して弱い子ってね、やっぱ厳しいですよね。だってチャンスボール決まんないもんね。 で、あの、日本テニス協会の方に、ナショナル、まあ、うちのジュニアもナショナルいたんで、あの、今日話したんだけど、あの、まあ、あの、ナショナル、その当時のね、まあ、担当と話して、ナショナルがまず評価することは何かと、え、いうことですね。えー、ゲームで自分からフィニッシュできること、つまり、最後のポイントをね、相手に委ねないことということでした。相手に、コートに、相手に委ねないで、どういうことかっていうと、例えば、ミスマッチだったらね、これは、あの、ミスマッチでポイントが重ねてるんだったら、こう、相手に、ポイントの進行を委ねてますよね。 ә <laughs> えー、もし、じゃ相手がミスしなくたらどうなった、どうなるのこういうことなんですよ。結局、相手任せのゲームは評価されないと。ところが、自分で作って自分でフィニッシュするとか、まあ、ミスしてもね、こう、ミスさせるんだとまだわかりますよ。で、そういう風うに、なんていうんですか、あの、自分からフィニッシュできるかっていうことをよく見るということで、あの、言われて、まあ、確かにね、ということでね、あの、とにかく、あの、ポイントの最後見ますね。ポイントが何で終わってるか、相手のボンミスで勝ってるんだこれあんまり評価されないですよね。明らかに自分からフィニッシュできてるということが大事です。 ですよね、ということは、前に入れるスピードとか、その、あの、チャンスボールを見逃さないっていうことですよね。で、多くが、まあ、あの、まあ、大阪もそうだけど、他のどこも見てもそうなんだけど、 もうね、王国が、なんかね、ボコボコにやられてやってるんではなくて、自分から攻めていって、あの、負けてる。攻め合って負けてるみたいなね。何のために攻めてるのみたいなね。だからね、全部ロブ上げとけって言うとね、なんかロブ勝っちゃうんだよね。あの、そんなことが、まあ、起こってるんですね。まあ、ということはね、今、テニス遅く始めた子もね、めちゃくちゃチャンスあるんですよ。だって、ロブ上げとけゃ勝てるんだもん。簡単に言えばね。 あの、まあ、だからロブ上げろってわけじゃないんだけど、とにかく、その前のボールに弱いんですよね。なんで前に立ってんのに、下がるなと言われてんのに前弱いんだよ、みたいなね。それが起こってるのがね、最近の、まあ、も、ま、う、あ、よく見るのが、あの、七不思議ですよね。なので、その、なんでかって、まあ、なんでその前が弱いかってね、ボールのね、長短が見えてないんですよね。なので、あの、まあ、このスペインのね、あの、テニスをね、学んだ時もね、まあ、その当時、まあ、スペインのテニスって、まあ、日本に始まりたいはこうで、私の先輩が前にスペインのね、 テニスを、まあ、あの、導入っていうか発表をしだしてね。で、それから、ま、スペインのコーチがポロポロ来るようになって、で、いろんな人が来てくれて、こう教えてくれたりとか、情報をくれたのをね、当時、すごくまだ情報がなかったからね。まあ、スペインドレルっていうのが、なんか出始めたかなみたいなね。まあ、まあ、スペインのテニスっておかしいですけど、まあ、まあ、バルセロナのテニスって言った方がいいかもわかんないですね。やっぱスペイン全部のテニスのことを言ってるというわけではないんですが。えー、でもね、とにかくね、縦がもう強いんですよね。縦をとにかくさっき、あの、しっかりさせてました。なので、短いと前で、で深い 価格が下がるって常に超タリねすごく敏感なんですよ。 ね、それを一番最初にするでしょう。なので、私がます。まあ、あの、なんですかね、あの、最初に日本一になった子もうね、まあまあ実業団とか後々活躍してくれて、日本、実業団でも日本一になったりとか、あの、まあその後も、なん,んですか、えっ、ー、と、全日本取った子とかこういてね、で、その後に来る世代はもうとにかくね、あの、全国強くしようと思ってね、小学校一年生ぐらいの時にもうなんとか全国に、あの、世界に行って言われて預かった子に関して、最初にやったのはやっぱりね、えっ、ー、とね、反応の早い。 で、相手がボールを狂う時にもう右か左かかか左短いかあの深い深このの判断見る練習をものすごくやりましたよ、ね、でえボールを打つと同時にもう右か左か判断して前後に動くっていうね。とにかくね、もう前後に備えたっていうのを、ね、すっごく練習したのを覚えてます。なので、もう前陣速攻ですよね。で、前陣速攻するんだけど、深いボール来てもパッと逃げるのが早いわけね。 前に行くのも50%、下がって打つのも50%という風に、もうとにかくね、縦をすごくやりました。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。だから、今でも、ね、多いのはね、こう、横、横、横って、これもいるんですよ。サイド、サイド、横もいるから、うちでもやよくやるんだけど、もうちょっとその前、前、前、前っていうね、あの、練習をね、すごくね、導入していかないと、 と思うんですね。だから、あの、やっぱり、あの、強い子の特徴を見ても、短いボルは絶対強いでしょ。あの、見逃さないもん。こう、っがた、パッって入るでしょ。あれに気つかないんですよね。だから、ね、フットバックは横横って動いてるもんだから、こう、急に前っていかないのね。だから、もう常に、こう、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろって、こう、動いてるから、急に短くても、ポンと行くわけで、あの、動きはそのものが違うんですよね。で、11月の間に、その、えっ、ー、と、 なんですかね、こう前動きっていうのを、ちょっとフットワークをね、ちょっとあの入れていきたいと思うんですけどね。うち、らはヒットアンダーウェイって呼んでんだけど。 あの、それをちょっと、あの、しっかりやっていきたいと思います。まあ、エナジーに来た人はね、もう何人か知ってると思います。あのヒットアンダーウェイって言うとね、すぐ分かると思います。もう縦動き。だからもう、とにかく短いボールに対していかに強くなるかっていうね、その処理。短い部の処理って難しいんですよね。あれがね、やっぱりこう、うまいっていうことは、最後のフィニッシュミスしないってことなんだもん。そこをね、やっぱりちょっと、君あの、きっちり作ってほしいですよね。それと相手が、<laughs> 自分より格上の図を倒すってどういうことかっていうと、決まんないんですね、自分がフィニッシュしたつもりでもね。すぐカウンター来るから。で、そのカウンター来て、深いボール来ても、ちゃんとその軸足を後ろ足に食い込めそうでも、パッと入れれるぞっていうね、あれもね、もう徹底的にやりましたね。なので、こう、後ろの動きもね、ものすごくね、こう、後ろの前後だから、後ろの下がる動きもね、結構やって、また、また後ろに入って足入れるんですよ、ピッってね。 だから、ストロークも常にこう、後ろから前入る、後ろから前入るってあるんだけど、これがね、またね、徹底しないんだよな、またね、あの、10分ポーズで終わるといっぱいいるからね、もう、大変なんだけど。だから、正直言って、うちにいる子に関してもね、あの、紹介してね、やるんだけど、結局ね、定着しないからね、うーん、で、こう、悩んでるんですよね。 まあ、それだけ、まあ、こうね、あの、まあまあ、うち、まあ、あの、テネス内そのものはもう解散しちゃって、今、ちょっと週2日しかね、あの、グループそのものを見てないし、で、まあ、いろんなスクールの子が来てるから、やっぱりその、やり方をね、やっぱりこう、あの、強制することもできないので、あの、やっぱりそのスクールやってるのかな、っていうのどんなことやってるって聞きながらやってるから、まあ、それに合わせて、で、まあ、提案っていう感じでやるんだけど、なかなか定着しないのが、まあ、現実なのかな。なので、本当にね、やるんだったら、それ本気でやってみたいっていうふうな、なんか気持ちというか、決心というか、 それがないいととねちょっと厳しいのかなと思うんですよ、ね、すまあ、その、やりたい人はね、あらかじめこうメールいただいて、11月のね、土日にちょっとこう詰めてね、何回かに分けてポンポンポンとね、えー、っと、やっていきたいな。で、11月はね、ちょっと、えー、っと、大阪ではやりませんっていうのはね、ちょっと、あの、日が短くなって、えー、っとね、あのー、 プライベート、前後でプライベート入れてたんだけど、プライベートが取れなくなっちゃったのね。なので、えー、大、えっ、ー、と、若もね、節原テニスコートで行います。で、そこであれば、朝早くもできるし、えっ、ー、と、夜もあの、まあ、結に言えば延長すれば夜までもできるのでないとあるから、そっちの方がね、あのこ、あの、たっぷりできるんでね。で、まあ、来てる子がもうほとんど、東海とか四国とか、まあ、いろんなとこから九州とかいろんなとこから来てくれる関東とかね。なので、対応はできると思うので、 そういうところでそういう,こう情報とかある方はね、あの、情報欲しいという方はね、来ていただければ、まずメールでね、確認していただいた方がいいんじゃないかなと。自分からフィニッシュできないもね。あの、最、ポイントの最後見てください。自分からフィニッシュできないと。こなんか辛いですよね。攻めてってね。攻めていって負けるみたいな。だからもうちょっと前の入りとか前後にとか。まあ、前とはもう棒の長短をちゃんと見切るってことかな。まあ、それがすごく大事かなと思いますね。まあ、その案内でね、 ええと、あの、スポーツビジョン協定1ってあるんだけど、これね、結構ね、あの、目の使い方でね、棒の深さ、定位能力をね、マスターしていこうという内容のもんなんで、これもちょっと、あの、リリースしてるんでね、あの、問い合わせいただければと思いますけど。で、最近ね、あの、テニスの動きづくり、家ででき動きづくりね、やっとリリースしましたね。あの、初めての方は7000円で、今の機能分析のチェックされた方、ほぼほぼ内容は入ってるんだけど、理論から何か、お父さんお母さんもね、あの、すごく理解しやすい内容になってるので、これ半額の3500円でね、 提供してるんで、まあ良かったらですね、あのうちの下のあのメールとかとかですね、あのー、から連絡いただければね、あの対応できると思いますので、一回ちょっとね、あのー、調べてみてくださいですね。えー、ということであの強いこう縦の動きに強いということで、縦動きの練習ね、もっとした方がいいんじゃないのかなと、えー、思いますね。縦動きのフットワークですね。えー、ちょっとね、あのー、皆さんもね、あの心当たりある方はちょっとメールいただければと思いますね。えー、ということで皆さん頑張ってください。